大河ドラマ、はい、大河ドラマ伊能忠敬を作ろうとしたら、伊能忠敬は日本の地図を完成させてない。200年前日本人が起こした奇跡の実話。本当に感動しましたし、笑えるところは笑って、泣けるところは泣いて。こんなに人っていっぱいもこんで歩くことで、日本全国こんな小さにしたって、日本人すごいなって。出来上がった時の日本地図を見た時に、わーって鳥肌立ちました、私も。これが世の国か。美しいの。コロナというもので、エンターテインメントの世界は、随分苦しめられました。その中でも僕たちを救ってくれたのはエンターテインメントだったような僕は気がしています。でもこれを支えてくださるのは本当にお客様しかいません。一つのこう空間に入っていただいて、見ず知らずの人と同じものを見て笑ったり泣いたりしてくださる、その勇気を持っていただくことが多分映画産業や演劇産業がこう続いていく力になりますので、このまま映画館に来ることを恐れないで足を向けていただきたいと思います。どうぞお力添えをよろしくお願い申し上げます。道がある。大河への道。